1分で学ぶ第一種電気工事士一問一答。問題。写真の矢印で示す部分の主な役割は ?1、水の侵入を防止する。ろ、機械的強度を補強する。は、電流の不平衡を防止する。2、遮蔽端部の電位経度を緩和する。正解は2、電位経度の緩和が主な役割です。この部分はケーブルヘッドと言います。CV ケーブルの端末部分に施すものであって、通常ですね、端末部分、こうやって加強ポリエチレンの絶縁があって、この遮蔽導テープをですね、このように上に少し持ち上げて膨らませるんですね。こうすることによって電気力線がこうやって均等になるようになります。で、これだと電位経度っていうのが緩和されるんですが、電気力線が集中してしまうと、そこで電位経度というのが強くなります。つまり強い電荷がかかります。そうすると絶縁破壊につながるということになります。覚えておいてください。